台湾ローカルレポートと、まあ、選挙っていう感じで、はい、まあ、ちょっとローカルの話になると、ね、現地に近いところですね。今回、はい、僕が感じたのは、はい、こんな感じをちょっと思いましたね。台湾の人の本音、うん、統一は絶対に嫌だと、はいはい、中国に飲み込まれたくないと、はいはい、これ中国になりたくないって要するに香港みたいにはなりたくないっていう、そう、香港みたいになりたくない、なるほどね、はいはいはい、で今の現状維持であってほしいと、うんうん、90ぐらい、あわよくば可能であれば独立したい、あ、まあ、こういう、まあ、からあんまり独立っていうと、まあ、ややこしくなるんで、うん、はいはい、まあ、こんな感じなんで、だから戦争したくないっていうのは、だから一番強いのは現状維持っていうのが一番あの、まあ、中国大陸に対してもことを荒立てないからっていうのがあるんですけど、はいはいはい、もう前提として統一は絶対だなというところなんですね。で意識調査が次出てるの、まあ、すみません、はい、これはちょっとちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、はい、この折れ線グラフがちょっとありますよね、うん、独立派っていうのは基本的に独立志向、もしくは独立派っていうのはこの線のところで丸がついてるの、うん、この緑とあと黒に、はい、黒の線にこれ丸がついてるんですよ、うん、絶対独立したいっていうのは大体この 5% 前後でこう動いていて、うんうん、でどちらかといえば独立志向っていうのはこの緑の丸なんで、うん、大体まあ 20-30% いる、うん、はい、まあ、合計するとだから実は30数%ぐらいは、うん、まあまあ独立したい、独立志向を持ってる人たちはいるっていうのは、まあこのグラフで2022年、ね、だあんまり表立っては言えないから小さく言うみたいな、はい、言う人は言うけど、本音としてはねそうだけどっていう、はい、気持ち的にはっていうことなんで、まあ、大体そうですね、あの3割ぐらい、もう絶対独立だって人はまだやっぱ 5% 10% ぐらいはいるっていうことなんじゃないかなというのは一応見てております。で、この三角の方の黒と青の 線ですね、こちらはどちらかというと、はい、あの現状維持っていう、ずっと現状維持っていう方もまあその前後いるんで、はい、30% 前後、まあ、合計 60% みたいはずっと、うん、ということになるのかもしれないですね、はい、で次これまあ経済状況をちょっと経済状況、はい、ですね、これはローカルフードね、激安ですよこれ。え、どういうことですか。あ、まあ、要は日本のさぬきうどんみたいな感じ、あ、200円ぐらいとか250円とか、はい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 、そういう感じで飯は安いと。いや、これうまそうだな。これローカルフードです。腹減ったな。ローカルフード、はい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 、なのでいいですね、ローカルフードね、はい、あ、そうだから、まあこういう感じで食える店もありながら、はいはい、高い店はすごい、まあ外国人が来るような店はめちゃくちゃ高いんですよ、はい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 、僕ね1日目ね、あの昼飯食わずに空港から出て昼過ぎ出てきたんで、はい、あの腹減ったなと思って、その、まあ、ホテルがあるところの地下に、うん、あのはい、フードコートあったんですよ、はい、行ったんですけど、大戸屋とか、うんうん、あの丸亀とか、うん、あとミスタードーナツとか普通にあって、吉野家とかもありますね、吉野家とか、もうなんかね、あれこれ日本みたいな、コンビニもセブンイレブンとあれですかね、そう、あのファミリーマート、ファミリーマートです。カルディが普通に、カルディってあの日本だとあの CAL とかって書いてあるじゃないですか、まあ、ローマ字で書いてるのがカタカナで書いてるじゃないですか、カタカナでカルディとか普通にあるから、日本語で書いてる方がブランドだからカタカナで書いてるらしいんですよ。ちょっとね、だから初めて見ましたよ、カルディってカタカナで書いてカルディ、台湾にしかないと思うんですよ。ちょっとびっくりしました。多分中華圏では日本語がブランドだから、はい、あ、そうですね、ちょっとありますね、日本語を思い切り日本語だけで書いてる方が上だっていう。俺台湾来てんだよなっていうのはちょっと不思議な感覚にはちょっと陥りましたけど、はい、あの日本食がねやっぱりすごい人気でっていうことですね。あ、そうですね、はい、であとですね、あ、そうですね、これはちょっと言っとかなきゃいかんですね、はい、うん、蔡英文政権の時の評価なんですけど、はいはいはい、民進党のね、で、もともとまあ、うん、コロナ対策が良かったっていうのは台湾の人たちも思ってるみたいな、うん、それは確かにね、はい、で台湾の半導体産業が世界を、うん、動かす存在だっていうのを感じたらしいんですよ、ね、はい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 、今どん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 、うん、で確かに確かに実際あの半導体関係の人たちは給料高いんですよ、で格差が出てる、あ、そう、でそれありますね、日本とアメリカとの友好関係を強くしたっていうところもあ、そうですね、はいはい、まあ、西側とのつながりっていう時、うん、安保関係ですね、はい、これやっぱりあと IT と LGBT とかで国際社会で尊敬される台湾になったんだと、うん、あ、そうか、同性婚も OK になったんでしたっけ、うん、台湾確かに、まあ、あの、うん、ほら今のデジタル庁のトップ、ああ、はいはいはい、はい、いましたね、あの人も、はい、まあ、あの同性愛者っていうかね、そうだ、そうだね、はい、ありましたね、で、はい、ただこの悪い方としては、はい、インフレでオードリーか、オードリーなんだ、そう、はい、地価が高騰してる、はいはいはい、だからもう不動産全然買えないと、だから要は経済なんですよね、だから台湾の若者の給、うん、あ、若者の給料の割に、はい、首都圏の、うん、マンションの値段がすごく開いてるらしいんですよ、
あ、それは言ってましたね、はい、そうですね、その差は世界でもトップクラスらしくてですね、なんか大阪の一軒家、台湾に住んでると、うん、台湾のアパートを買うよりも、うん、大阪の一軒家買った方が全然安いみたいな、うん、なんかそんな風な、ね、話になってきてるらしいですね、はい、ありました、ありました。であと就職難、はい、あと、そうですか、これ低賃金と、はい、まあまあまあ、これは聞きましたね、うん、で はい、これで、うん、いや賃金は上がってるんでしょ、上がってるんだけど、その他の物価高に賃金の方がの上昇が追いつけてないっていう、もう全然追いついてないと。だからこれで中国と仲良くビジネスした方がいいんじゃないのというふうに思ってる人たちがいて、国民党に流れる部分もあると。なるほど。ただ今の中国なんかめちゃめちゃ経済悪いじゃないですか、うん、はい、そういう意味ではどこも難しいですよね、うん、そんなに。あと日本からのワクチン供給があったんですよ、うん、あ、なるほど、なるほど。で、はいはい、TSMC の熊本進出すると安倍派がね、うん、あったんですけど、弱体化したんで、要は結構パイプが民進党の後ろ盾なくなってんじゃないの、日本側のね、はい、そう、要は日本を起点として世界に行くみたいなところがやっぱちょっと台湾の戦略としてはあってですね、うんうん、はいはい、独立って言えない状態だと、はい、日本とどうやってうまくいくかっていうのはやっぱり生命線でもでしっかり、うん、あると思うんですよね。なるほどね、はいはいはい、なので、まあ、そこら辺ですね。であと次ですね、まあ、最終的に、はい、この評価を、ね、若者が、うん、じゃあどういうふうにね、うん、このインフレとか、うん、就職難とかで動いたかって、うん、そうですね、若者が結構動かしたっていうのは、でこれが結局民衆党の柯文哲の方に行った分もあるんで、うん、はい、5議席が、まあ、8議席とかになって躍進した、はいはいはい、そうですね、結局これキャスティングボード握ったんですよ。そうですね、民進党と国民党では決められないから、はいはい、民衆党に言って多数派になるわけだから、うん、ある意味勝利というかキャスティングボード持ったっていう、ね、いや大躍進ですよ本当、はいはい、で国民党も負けではないどころか、はい、36議席でしたっけ、そう、そうそう、議会の方では伸びたわけです。それが51までいって、あ、52までいってるんで、はい、で民進党は一応、総裁っていうかね、うん、総統選で勝ってるわけですから、大統領ではね、はい、まあ、そこは一応新勝、そう、まあ、3期連続って初めてだからそうですね、それはすごい、うん、だから難しいところを勝ったんだ。だから三者三様勝ってるんだけど、うん、ある意味勝利は柯文哲かという話も出てるという、うん、そうかな、柯文哲、そうですよね、まあ、民衆党自身はそんなに人材はいない中での8議席なんで、はい、それはなかなかすごいなと、うん、ただ、なるほどね、そうですね、ポピュリズム的に若者をやっぱ入れてったっていうところはやっぱり、まあ、本人のカリスマだけですけど、はい、そういう意味ではなかなか善戦はしたのかなという感じしますよね、うん、ただこれこっから何かメッセージを、うん、今回の選挙で何か台湾が何を発してるかっていうと、まあ、全方位良ければそれでいいんじゃないみたいな形になってるのかなっていう感じがしてて、うん、僕自身は何か統一した何かを感じたわけではないんですけど、まあ、歯の奥に物が挟まったような結果になったという感じで、誰も敵にしないっていう、これ方向性もわからないし、うん、なんか本当、弱めですよね。そうですね、だから5月から本格的に始動するんですけど、うん、次の世代のね、大変そうですね、はい、大変そうだという、まあ、おそらく次国民党にやられるんじゃないかなっていうのは僕の見立てなんですけど、うん、やっぱちょっと早くね、日本の安倍派が、はい、安倍派が安倍派がね、はい、力を戻してですね、清和会が力を戻して来世徳を支えてあげてほしいなと、本当に僕はちょっとそう思います、はい、日本との、ね、パイプがどこまでまた復活するのかっていうところとかもですね、はい、気になるところでございますね、うん、はい。